羽生結弦選手の動画が YouTube でも見かけることが多く、演技中の彼の行動が気になっていました。その羽生結弦選手を独身術で解き明かそうとする記事があり、その結果彼の驚きの神対応があったとか。ゆずはよくつぶやくとのこと。世界フィギュアスケート国別対抗戦で見せた羽生結弦本気のつぶやき、オペラ座の怪人演技中にバイバイとつぶやく羽生結弦だったのとか、男性が女性に振られるシーンを表現している時に役に入り込み思わず出てしまった言葉だというというように、羽生選手の口の動きに迫るといろいろなことがわかりそうです。国別対抗戦セレモニー最後に見せた感動的な神対応、いつものように観客席にありがとうを振りまいていた羽生結弦。しかし感動はこれだけに止まらず、セレモニー終了間近に一人の女性を連れ出す羽生結弦、観客はその姿を見つめていた。前に出てと声をかける羽生選手、そして話しかけられた選手の目には涙。その選手は日本アイスダンスを引っ張ってきたキャシー・リード選手で、彼女はこの日を最後に引退することになっていた。その最後の舞台に花を添えようと羽生選手は彼女をリンク中央へエスコートしたのだった。あの瞬間はどんな言葉にも表現できませんと語ったキャシー・リード。セレモニーで見せた神対応はこれだけに止まらなかった。セレモニーの終盤間際に再びある選手に近づく羽生結弦、それはあの選手だったのだ。羽生結弦に何かをささやかれたのは宇野昌磨選手17で、独身術によればこの時の会話波行だ。羽生大丈夫、宇野嫌からわかんない、羽生そんなことない普通に行こう、宇野僕から、羽生後から行く。そしてその二人を見つめる観客には素晴らしいプレゼントが贈られたのだった。羽生結弦にささやかれた後に大観衆の前で4回転ジャンプを披露した宇野選手。宇野選手をやるやると褒めたたえた羽生結弦選手と彼の周りを気遣う優しさを語るエピソードは数多くある。先輩たちばかり囲まれた宇野選手を気遣う羽生結弦、今年2月にシニアデビューしたばかりの宇野選手は先輩たちばかりでどこか遠慮がち。しかし羽生選手の気遣いにより最後の最後に宇野選手は自分をアピールすることができたようです。2014年グランプリファイナルでも見せた神対応、グランプリファイナルの表彰式で2位の選手が現れると異常にハイテンションになる羽生結弦。その選手がスペイン代表ハビエル・フェルナンデス選手。地元スペインの選手がグランプリファイナルでのメダル獲得は初の快挙だった。自分の優勝よりも地元の選手のメダルを称える羽生結弦。さらに開会最後、全選手が引き上げようとする中、フェルナンデス選手にささやく羽生結弦の姿が目撃されている。独身術によると羽生選手はこうささやきました。ラストワンスアゲイン、もう一周してきなよ。するとグランプリファイナル最後の最後に再び観客が沸いた。心優しい気遣いでファンも選手も魅了する神対応で、こんなところも羽生結弦選手の素晴らしい魅力になっているのですね。ありがとう。